お互い勝ち点1を分け合う形となりました。試合を振り返っていただけますか。まあ、難しい試合になるのはね、分かってましたし、まあ、自分たちの時間というかな、我々のサッカーする時間をもう少し長くしたかったですけど、まあ、群馬さんも非常に手強いですし、まあ、引くのが早いので、そこから先がちょっと手詰まり感を解消できなかったなと思います。特に後半、まあ、押し込んでもシュートまでいけなかったんで、早く引く相手に対しての我々の課題は、まあ、しっかり向き合わないといけないんだと思います。ただ、まあ、難しい試合をゼロで抑えて勝ち点1を取れたのは、まあ、選手がずっと、前線からの守備を踏ん張ってきたからだなというふうに思います。試合前から群馬の強固な守備についてはお話をされていましたけれども、なかなか崩せない中でハーフタイムに加藤選手を入れられて、どういった指示を与えられたんでしょうか。まあ、クロスは入ってたんで、まあ、染めの1枚の状況だったんで、ね、中を競ってるのは、まあ、そこの前後に対してやはり人が入ってできたいという思いがあったんで、まあ、加藤はこうクロスに入っていける選手なんでね、まあ、そこは狙いとしてました。一方で守備では無失点で抑えました。0対0というスコアどう見てらっしゃいますか。まあ、最低限の結果だなというふうに思います。勝ち点は絶対取らなきゃいけないですけど、まあ、我々の今の状況はやっぱ3が欲しいので、そういう意味では0に抑えつつ、まあ、3を取りに行くためのね、まあ、シュートまで持っていくところを、まあ、コーナーキックをエルブレムで深くまで打るところをね、もっともっとやらなきゃいけないと思います。ありがとうございました。はい。